皆さんこんにちは。誰も知らない超スペック星ボケズームレンズを発見したので、なんとかこれで星ボケ写真を撮影してみたい。アズイズカメラです。本日の動画はキャノンの属性特盛 C マウント動画用レンズテレビズーム 11-70mmF1.4 の紹介と撮影テストです。このレンズは産業用に作られた一般的に CCTV レンズと言われるもののようで、 C マウント規格が採用されています。暗い状況で遠くの被写体にも使えるようにという作りのようで、 F1.4 透視の6倍ズームレンズというすごいスペックを持っていて、とても楽しみです。今回のレンズは東京のカメラ店で、前枠が歪んでいるけれどレンズは割と綺麗なものが1000円で売られているのを見つけて、スペックに惹かれて買ってみました。テスト前にレンズを検品していたところ、一つすごい発見がありました。このレンズの絞りを少し絞るだけで、なんと絞りが星型になりました。絞りの形が星型になるということは、天候源を撮影した時に星ボケの撮影効果を狙えるということになります。星ボケ撮影ができるレンズというのは、以前の動画でご紹介したインダスターほか、ほんの数本しか知られていないと思います。ズームレンズで星ボケ撮影というのはあまり聞いたことがないです。これは何としても撮影してみたいので、手持ち機材の組み合わせで条件出しをしていきましょう。ただこういうレンズはイメージサークルが小さいことが多いのと、根元が太いのでカメラに取り付けられるか心配です。早速ですが、イメージサークルが小さいに小1からやってみます。 C マウント用アダプター経由で取り付けてみましょう。はめてみたところ、残念ながらアダプター外周部に当たって奥までねじ込むことができませんでした。また1インチセンサーをイメージサークルがカバーしきれません。どうやら3分の2インチセンサー用みたいですね。次はマイクロフォーサーズにはめてみます。デジタルテレコン2倍でちょうどイメージサークルがぴったりと思われるので期待大です。ただ残念ながらレンズの根元が太すぎて、激薄に作られた C マウント用アダプターをもってしても奥までねじ込むことができませんでした。このアダプターは限界まで薄く作ってあるので、先行きに暗雲が立ち込めます。最後はセンサーサイズ的にはギャップが大きいソニーの E マウントにはめてみます。マウントが大きいのでアダプターの径も大きいのが頼みです。やりました。蹴られはひどいですが、なんとかレンズを奥までねじ込むことができましたので、これなら無限遠を拾うこともできそうです。ここから使えるセッティングを追い込んでいきましょう。まずフルサイズ全力のままですと、真ん中にポツンと映るだけです。蹴られを緩和するには縦横比を3対2から16対9に変更するのが効きますが、まあ当然のように焼け石に水程度です。このテストは α7-2 でやっているので、センサーがでかすぎで APS-C 機に変えればいいんですが、設定の自由度を維持したいので APS-C クロップしてみます。これでやっと縦方向は画面いっぱい近くにすることができました。四隅は全然ダメですが、まだ手段が残されています。データの解像感をなるべく維持したままさらにクロップする。全画素超解像ズームで2倍に拡大してみましょう。惜しくもあと一歩、まだ蹴られが残ってしまいましたので、いよいよ最後の手段、デジタルズームを使っていきます。ちなみに望遠端ではこの設定で蹴られなく撮影することができました。全画素超解像ズームの2倍までに対し、デジタルズームなら4倍までクロップができますが、画質の補完はないので極力抑えめで探っていきましょう。ちょっとずつ調べていくと、広角端では 2.5 倍までクロップしたところで、なんとか蹴られをなくすことができました。まあ結局広角端で蹴られをなくすには 1.5×2.5 倍ですから、約4倍のクロップが必要ということですね。画素数的にはかなり貧弱になってしまいますが、画角的にはこれでこのレンズ本来の範囲を捉えられていることになります。ともかく α7-2 の懐の深さのおかげで撮影できるといえるレベルにはなりましたので、外に持ち出してみましょう。まずは日中、
東京駅をフルサイズセンサーそのままで撮影してみますが、当然のように覗き穴からの写真にしかなりません。デジタルズームで撮影すると狙った通り蹴られなく撮影ができました。本来画角なので歪みはそれほど目立たないようです。 F 値ごとの取り比べをしてみましたが、開放から少し絞ったあたりに解像度のピークがあるようです。絞りすぎるとすぐ荒れてきます。広角側も蹴られは大丈夫。あとやはり本来画角なので歪曲もそれほど急ではないように見えます。解像感についても広角端で傾向は同じで、F2.8 が一番改造して見えるぐらいです。望遠側なら全画素超解像ズームでも蹴られはないので、同じ F2.8 で取り比べてみたんですが、だいぶ改造感に差があるので、できるだけ超解像ズームの方が良さそうです。あとは低画素のデジカメとして普通に撮影できましたが、まあ正直言ってこのレンズでの楽しみはこれではなくて夜景撮影です。というわけで本命の夜景撮影に突入です。 F1.4 と明るいですが、なんせセンサーサイズが1/16相当なので ISO はオートだと跳ね上がってしまいますね。そしていよいよお楽しみ、天候源のある夜景撮影です。さあどうでしょう、いい感じなんじゃないでしょうか。期待通り焦点を外していくとボケの形はしっかりと星型になってくれました。星ボケズームレンズ発見ということで良さそうです。フルサイズ換算 44mm となる広角側でも同様に綺麗な星ボケを生み出すことができるようです。前景にピントを合わせて後ボケで星を作るという星ボケ写真を画角を変えながら撮ることができるというのはレアなんじゃないかと思います。続いて動画撮影です。画素数の不足も動画撮影ならそれほど関係ないはずかと思ったんですが、残念ながら動画画質からさらに画素数が減っているようです。星ボケズーム動画を撮りそびれましたが、そういった特殊な状況が出番になりそうな感じです。超ハイスペック光学6倍高速ズームレンズで、見た目もなかなかいいんですが、さすがにセンサーサイズが違いすぎるのは足かせになりました。ニコワンやマイクロフォーサーズで使えればよかったんですが、レンズ構造上 E マウントにはまっただけでもよしとするしかないですね。星ボケズームレンズを見つけられたのはとても良かったので、いつの日かペンタックス Q で本領発揮させてみたいなと思っております。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。